Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. どうは、ピノッキオの大冒険を新解釈したアクションゲーム、やっていきます。いつもお世話になっております、火山です。今回はこちらのゲーム、ライズオブ P をクリアまでゆっくり実況していきます。編集少なめ、実況控えめで淡々とクリアまで通していく方針ですので、最後までお付き合いいただければ幸いです。こちらのライズオブ P は、韓国製のソウルライクアクションゲームで、難しいダンジョンや強敵を倒していく過程で、何度も死んで攻略法を覚えていく。そんな、ちょっとだけホラーや残虐な描写も含んだゲームです。冒頭でも話した通り、モデルとしているのはピノッキオの大冒険という童話で、本作も、人形である主人公、ピノキオを操作して進んでいく物語となっていますが、世界観はかなりシビアでダークな雰囲気であるため、原作を大胆に新たな解釈で噛み砕いている、という評価であるようです。私も原作のピノッキオの大冒険は読んだことがありませんが、ディズニー作品のピノキオは断片的に見た覚えがあり、ピノキオがタバコを吸って顔色が真っ青になってたシーンが脳裏に焼き付いています。原作もそんな感じでダークな要素を含んでいるんでしょうかね？そのあたりに詳しいピノキオに自信に気いらっしゃれば、コメントで教えていただけると嬉しいです。というわけで最初の武器選択場面です。アクションゲームではスピード重視のキャラが好みですが、とりあえず今回はバランス重視の武器を選んでみます。初見での攻略となっているので、ぐだることも迷うこともあると思いますが、その辺は編集で見やすくしていきます。フラット中央駅に到着、画面奥に最初の敵が見えますね。最初の敵だけあって、動きは緩慢でした。最序盤からいきなりプレイヤーを絶望に追い込んでくるゲームもやってきているので、とりあえずは安心してますね。今のがジャストガード。本作での最重要アクションみたいです。画面左上の赤いゲージが体力、緑のゲージがスタミナですが、普通のガードであればスタミナだけでなく体力も削れてしまうところを、ジャストガードを成立させれば、スタミナの消費だけで受け流せるため、強敵との戦闘では意識して狙っていきたいところです。今入手したのがパルス電池、いわゆる回復薬ですね。使い切ってしまっても、敵を攻撃し続ければ補充されるようです。ここは開かないみたいです。アイテムと敵を発見、とりあえず操作練習がてら絡みに行きます。今のはジャストガードなのでこちらの HP 減少がありませんが、この後の通常ガードでは HP が削られていることがわかります。ただ、ガードで削られた HP は敵を攻撃することで回収できるシステムのようで、とにかくガードするのが大事みたいですね。今のは溜めてから放つ、溜め攻撃、出が遅い分威力も高いです。この扉はなんかバチバチしてて通れないみたいです。この扉は鍵がないと通れないみたいです。開かない扉が多い印象ですが、とりあえず進める道を進んでいきます。さて、ちょっと進んだ先に背中を向ける敵が一人、敵の背後を取ると特殊なモーションで連続攻撃が可能、奇襲で大ダメージが取れます。これも、主に雑魚敵相手に狙えるときは狙っていきたい要素ですね。しっかりガードしてから、削られた HP を回収、この、リゲインも意識してガード中心に進めていきたいところです。はい、
とか言ってるうちに、さっきバチバチしてた扉の裏側まで来ました。これで鍵を開けたので、スタート地点からのショートカットが開通しましたね。そして、さっきからドスドス聞こえてくる音の方へ。今までの敵とは雰囲気が違いますね。ガードして切り返しに行ったら相手の連続攻撃に阻まれました。そして、回復しようとして間違えてランプ消してます。相手のコンボが終わるタイミングを見極めないと攻撃は通しにくいですね。そして、相手の HP バーが白く光っている状態が、スタッカー有効。この状態の相手にため攻撃を当てると、ダウンさせられるようです。ダウンを取った相手の正面で通常攻撃を出せば、大ダメージの致命攻撃が発生します。これで残り体力はわずか、このまま押し切りましょう。無事に突破できました。とりあえずここまでが本作のチュートリアルといったところでしょうか。さっきの凶暴な駅員が落とした鍵で、扉を開きます。駅の外、広場に出たようです。そして、この青い光の粒子がスターゲイザー。修復して起動することで、中間地点兼ワープポイントとなり、敵に倒されてしまった時のリスタート地点ともなります。触るたびに HP、スタミナが回復、回復薬が補充され、周囲の雑魚敵も復活するという仕様で、一部のゲームファンには説明するまでもなく馴染み深いかもしれませんね。謎の女性の声によると、とにかくホテルクラットを目指してほしいとのこと。とりあえずこれでレベルアップ機能が解放されたようです。あまり深く考えてもよくわからないので、とりあえず攻撃力が上がりそうな動力と、スタミナが上がりそうな気力を上げておきます。レベル上げに必要な対価はエルゴと呼ばれ、敵を倒すごとに画面右上の数値として加算されていきます。もちろん強い敵を倒すほどもらえる量も多いようですが、雑魚敵を倒した時のドロップとしても、エルゴ獲得アイテムが入手できるため、これもレベル上げに活用します。というわけで早速使用して、動力をもう1レベル上昇させておき、冒険を続けていきます。建物の外に出て、かなり開けたマップになった印象ですね。敵もわらわら寄ってくるのでテンパってます。この手のゲームは一体他の戦闘はタブーという経験則がありますが、武器のモーションと攻撃範囲が優秀なのでなんとかなってますね。このゲームの犬型敵は比較的おとなしいですね。あっぷな。というわけでここからは道中しばらく倍速でお送りします。決してアクションゲームが得意なわけではありませんが、まだ序盤の序盤であるためか、敵の配置も優しめで、これといったピンチになることもなくサクサクと探索しつつ進んでいます。そんな中、登場したのがこちらの敵。ティップスの内容を要約すると、敵が赤く光りながら繰り出す攻撃は、ジャストガードでしか対処できない、ということです。今のは見事に失敗しています。新要素に戸惑いつつ応戦していますが、敵の攻撃をガードするのか、避けるのか、そんな駆け引きも面白いアクションゲームですね。敵によっては攻撃モーション中に連続攻撃を叩き込んで中断させることもできるので、そこを欲張って被弾したりとかもありそうですね。ここはチキって範囲外まで離れてからの、ため攻撃を狙うも差し込みきれず、ぐだりつつもなんとか撃破に成功しました。今のは回復とランプを間違えただけです。回復ボタンとアイテム使用ボタンが選択式で共有されているため、今後、同じミスを無限に繰り返していく予感を察知した瞬間です。というわけでまたしばらく倍速。ちょっと強めの敵の配置の後だからか、敵の数が少なくなった印象。
同じジャンルのよく似たゲームなどに比べると、とりあえず序盤は優しめになっているのが感じられますね。ショートカット扉の裏側に到着。謎のバックステップで木箱をぶっ壊してから開通しておきます。ショートカットは、中央広場のスターゲイザーの近くに繋がっているため、ここで一旦、拾った L5 獲得アイテムも消費しつつ、レベル上げを行っておきます。伸ばす能力は、HP アップの生命力と、火力アップの動力。少し足りなかった L5 周囲の雑魚敵を倒して稼ぎ、動力をもう1レベル上げて冒険再開、動力が2レベル上がりましたが、そこまで火力が一気に伸びた感じはないので、塵も積もれば、といった具合に、地道に成長を積み重ねていきましょう。マップ探索とか、行ってない方の分岐を確認するのとか、そういうのに生きがいを感じる人間なので、道中長引きがちですが、その辺は倍速で見やすくしておきますね。パレード人形が、目的地であるホテルへの道を塞いでいるようです。そして近くには行商人。最初に選ぶ3つの武器のうち、選ばなかったものもここで買えるようですね。さらにここには新たなスターゲイザーもあるため修復、これでもかと準備を整えさせてくれる状況に、強敵との遭遇が近いことを感じつつ、スターゲイザーの先の広場への扉を開きに行きましょう。めっちゃダイナミック開門。というわけで最初のボス、パレードマスターに挑みます。大きさもさることながら、突進スピードもかなり速いため、だいぶビビり散らかして回避連打してますね。ガードという選択肢が頭から完全に抜けてます。安易な回避を狩られて大ダメージ。今までの敵とは格段に動きが違っているため、じっくり観察して動きを研究したいところですね。ここでガードを思い出して受けの姿勢、回避で離れてばかりでは攻撃を当てられないのに加え、ガードによって削られた HP は攻撃を当てればリゲインで取り戻せるので、ガードしきってから反撃していく戦法も身につけたいところです。この辺から、ジャストガードを狙っているんですが、ガードタイミングが微妙に遅いようで、もろにパンチを受けまくってますね。HP が削られすぎるとガードのミスが怖くなり、安易な回避に甘えがち、回避しててもなかなか攻撃はできないので、メンタルも強く持ってガードの精度を上げていきたいところ。とりあえずボディープレスの後隙は大きいので、そこだけ安定して殴れてますが、攻撃にもスタミナを消費するため、殴りすぎると防御にスタミナを回せず、攻めと守りのバランスにも要注意です。回復薬であるパルス電池も使い切り、相手の体力は残り7割、かなり絶望的な状況です。焦っているので、ジャストガード狙いも全くできていません。それでも相手が隙の多い攻撃を連発してくれているので、なんとか粘りつつ、ダメージを蓄積させていきます。ここで不穏な挙動を繰り出すパレードマスター、自身の頭を引っこ抜き、右手に持ちました。体力を約半分削ったため、敵が形態変化したようです。こちらも攻撃を当てることで補充されたパルス電池で回復、モーションが変化した敵に翻弄されつつ、攻撃タイミングを伺います。一応ジャストガードは狙ってたんですが見事にミスりましたね。そして横投げ攻撃をギリギリかわすも。本作初の悲劇墜となってしまいました。やられてしまった場合、最後に触ったスターゲイザーに戻され、その時点で所持していたL5は、やられた地点に向かって回収する必要がありますが、ボス戦でやられた場合は、ボスエリアの入り口で回収できるようです。鮮やかな無駄ローリング。
はい、というわけで再戦行きましょう。パンチはタイミングよくステップで回避できることを確認。空振りつつもちまちま反撃。ガードによってスタミナが削り切られると今のように体勢が崩れます。連続攻撃の締めにフューリーアタックしてくることもあるんですね。驚きつつも、ガードからのリゲインに徹しています。無理に攻めずにガードして、逃げ切でリゲイン回収。またガードして、逃げ切でリゲイン回収。でもこのルーティンだとスタミナが切れちゃうっぽいですね。一回スタミナ切れするとガードの択が選びにくくなって焦ります。そしてここで敵の形態変化っぽいモーションを確認。今のうちに殴れるだけ殴っておきます。ここからはモーションも変化するので、ちょっとタイミングを切り替えていく必要がありますね。ジャスが失敗、でもガードにはなっています。そしてフューリーアタックにはついにジャスが成功。さらに敵がスタッカー有効に、早くため攻撃を決めたいところですが、無事にぶち込めました。敵の HP を一気に2割ぐらいは削れましたね。ボス戦では今の一連の流れをいかに決めていくかが重要そうです。ジャスガを決める回数もスタッカー有効に影響するっぽいので、積極的に狙っていますが、ちょっと狙いすぎで被弾しまくりですね。最後のパルス電気回復もしよう。ここからしばらくは回復できません。大詰めなのでちょっとだんまりますね。はい、というわけでなんとかパレードリーダーを撃破できました。初の本格的なボス戦、結構苦戦した感じもありますが、最初のボスとして、このゲームの基礎を教えつつ壁となってくれる、そんな塩梅の良さを感じさせてくれましたね。今後の強敵と戦うのも楽しみです。とか話してるとホテルの入り口付近に来たようですが、とのことです。人形は入ることのできないホテルに、人間であると嘘をついて侵入するようですが、嘘は、このゲームの重要なテーマっぽいので、これがどういう影響を及ぼしていくのか、気になりますね。人形は嘘をついてはいけない存在であると定義されてる世界みたいなので、人形であるのにもかかわらず嘘をつく、そんな稀有な存在として、プレイヤーに選択を迫ってくる予感がします。はい、というわけでパート1はここまでとなります。